ばんは。こんばんは。そう、カラオケ、あのね、さきちゃんがいたんです、隣に。びっくりした。ちょっと電話していいですか。充電器持ってくるの忘れたんですよ、すみません。カラオケボックス、そう、めっちゃさっきの声聞こえる。歌いよったら入ってきてしまうパティン。まあ、いっか。じゃあ久しぶりに来ました。ありがとう。じゃあ歌っていきましょうか。ちょっと喉鳴らし。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いすぐどこへ歌っているのかわからなくなる。平坦でなくなる一度があるだろう。くじけそうな時に自分の。